皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。北海道ウトナイ湖野生鳥獣保護センター、はい、今日はあの2023年度令和5年嫁企画合同壮行会で、今日はあの目的地が、北海道室蘭にあります白鳥大橋ツーリング、これもう毎年恒例といったところで、今日本日、快晴に恵まれ、壮行会といったところです。はい、今日はちょっとさらっとですね、参加車両、これもまたいつも通りの感じでちょっと紹介したいと思います。まず、壮行会の、サポートカー、これ和田っちさんですね。はい、和田っちさんのホビオ君です。はい、次に、スペシャルチームで毎回登場してくれております、日産ノートオーラ、しかもニスモです。はい、ここにちょっとアルミテープを、まあ、貼ることによってですね、あのこのガラスにホコリが、あ、本当だ、ガラスすごい綺麗、ホコリがついてないですね。はここに、まあ、アルミテープを貼ってですね、今いろいろとオーナーさんは実験をされているところです。はい、こちらにもこう貼ってますね。はい、日産の誇る、e パワーシステムで、なおかつニスモ様がいじくり倒したマシンであります。はい、ここからは、今回ですね、ちょっと S6 くん、あ、これ嫁さんのですね。はい、嫁さんの S6 くんです。そして、もう重鎮、ドンと、言われております、もう、毎回必ず参加していただいている、黄色の S6 くん。そして、最近ですね、奥様と一緒に参加していただいて、おります、S6 くん。はい、もうここを映すと僕の動画であーっていう、もう方もいらっしゃると思いますが、まあ、今回実はですね、 S6 くん、3台体制なんですね。はい、ここから、ついに、軍事バランスが崩れてまいりました。はい、150馬力のリバティウォーク仕様 GTR、コペン様です。はい、そして、ファイヤーバードトランザムのコペン君です。ここでコペン君2台です。そして、こちらにも、すみません、もう、はい、いやもう全然いいです、ありがとうございます。撮影のしやすいように車を移動させていただきました。はい、これコペン S っていうモデルなんですね。これもなんかちょっと特別なモデルと聞いております。まあ、オーナーさんもちょっとここまで、まあ、一緒にツーリングといったところです。はい、また、こちらにも、コペン君ですね。あ、こんなところにもコペン君が、あ、これ女性オーナー、あ、女性オーナーのコペンさんであります。はい、もうホイールも、はい、そして、ちょっとマフラーが、このような、メーカーのマフラーが入って、遠くからでも、あ、ちょっと音が違うなといったところです。今日ちょっとコペン君が多いんですね。はい、コペン君が多いです。で、今日はもう天気がいいので、オープンカーの方はちょっときついんではないかと思われますが、はい、150馬力のコペンさんはもう暑いので屋根閉まっております。はい、あ、ここを映すよりもここの方がいいですかね。はい、GR コペン様です。毎回、参加してくれております。ここでコペン君何台、 1,2,3,4,5 5台、あ、もう S6 君の台数超えました。はい、そして、クロクロさんのコペンさんですね。はい、もう相変わらずという形で、はい、もうワイパーまでこだわってます。はい、こんな感じで、車を仕上げております。そして、ここ、今日で2回目でしょうかね。おっと、はい、ホワイトレター、しっかりと、やっておりますね。はい、BBS のホイールを履かせた、GR コペンさん、あ、
なるほど、こういう風になって、なんかかっこいいですね。へー、あ、ここにもコペンさんがいました。はい、今日コペンさん、今日実はあの軍事バランスって言いますか、もうコペンチームが今日主力になってしまいました。いつもはエスロック君が主力なんですが、今ので大丈夫、バッチリ。なるほど、コペン H ケースといった専用モデルのマフラー搭載しております。今日もちょっとコペン君がちょっとすごい主力で、あらあらっていう形なんですが、はい、ここから、はい、HA36S オーナーの皆様、大変長らくお待たせいたしました。もしかしたら僕のチャンネルで初めてのターボ RS 様登場ではないかと、思われます。はい、もう全部、ターボ RS 様風 の、 あのステッカーとか、ドアミラーとか、もう全部、もう普通 の、 あの白に全部、改装乾燥されまして、でホイールもね、こういったホイールを履いて、でタイヤがこれ、ゲオランダーですかね、これマット&スノーっていうんでしょうか、はい、全天候型タイヤみたいな感じで、しかも車高が僕の拳が普通に入ります。はい、そうなんです、リフトアップしたターボ RS なんですね。はい、はい、こんな感じで、はい、もうこっちなんかもう拳がこんな感じです。横浜のちょっとタイヤなんですが、これサイズはいくら履いてるんだろう、ちょっとサイズが、サイズどこだろう、ありました。サイズが 165-65R15、 あ、これ一緒ですね。はい、ホイールも、これ鈴木さんのこれ何だったかな、 ワゴン R かなんかの純正のホイールだったかな、ちょっとすいません。はい、こんな感じで、ターボ RS 様です。確かに 5AGS ですよね。はい、でマフラーがこう入ってますね。非常に綺麗な状態で、非常に綺麗ですね。はあ、なるほど。はあ、はい、ま、HA36S、 あ、そうですね、もう AG、 そうですね、 5AGS ですね。パドルが、シフトが見て取れます。でシートは、レカロではないっていうことなんですね。そして、今回、YouTube でおなじみの親父ワークスさん、お、穴、僕のワークスと、お、穴一緒。はい、今日も多分撮影されてると思います。動画の方はもしあれでしたら、もう親父ワークスさんの方見てください。僕のはもう見なくていいです。はい、で僕のハイブリッド仕様の、ワークスくんですね。低燃費走行、そして、今回はやはりこういった感じで今日のツーリングを開催しております。はい、そしてですね、はい、もう旭川から毎回参加していただいておりますおっちゃんワークスさんです。あの僕の動画の中でよくコメントいただいてる方ですね、おっちゃんワークスさん。はい、三陸親父会、はい、ですね。まあ、今日はあのワークス3台、ターボ RS1 台、コペン君何台だったかな、そして S6 君が3台といったところで、今日はちょっと軍事バランスじゃないですけども、今日はコペン君が主力と、そんな壮行会になりました。あと途中で合流される方もいるということですので、また台数が増えるのかなって思います。今日は白鳥大橋、ツーリング毎年恒例になっております。また動画撮影できましたら皆さんに紹介したいと思います。それではまた。